アイドルマスターサイド M っていうところで、うん、僕鈴木圭さんっていう役を、うんうんうん、やらせていただいているんですけど、年齢不詳、設定の中に水だけで数日生きられるって書いてあったんですよ。どうしたら受かるかなと思った時に、水だけですやってみっかってなってベッドの上から起きようと思ってよって声を出したら、体が微動だにしなかったんです。怖っ。体の力が全く入らなくなっちゃって、お腹にまず力が入らないから消えそうなセリフになってしまってうわ全然と思ったんですけど、あでもそういうことなのかこのキャラクターってって思って。なるほど、あそこに気づきがあったんだ。でスタジオオーディションの時にマイク前に立って一切力を入れずに喋ってみたみたいな。あなるほど。始めます。はいこれ失敗したなと思ったんですけど、でも結果その決まりまして。